1976年の上目名駅と、周囲約750メートル範囲。下が、おしゃまんべ方面。島式ホーム一面二線と、駅舎前を通る貨物積み下ろし線、駅舎横のおしゃまんべ側に、上屋のない小さな貨物ホームを有している。周囲にはほとんど人家が見られない。くっちゃん側に見える長いスノーシェードと、おしゃまんべ側のトンネルに挟まれ、上下とも20パーミルの、 小さな峠の頂点に位置する。島式ホーム上にあった待合室は撤去されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成乗目名駅は、北海道磯谷郡蘭古市町和座乗目名にあった、日本国有鉄道函館本線の駅である。利用者緊賞に伴い1984年3月31日に、廃駅となった。 1913年、駅間距離が1 5 4トルあるネップ駅と木名駅の間に設置された。開業時から観音山、ホロナイ山といった、海抜600から8 0 0ル程度の山に挟まれた立地であったことから、周辺人口は、ほとんどなく、列車交換のための信号場という役割が強い、駅となっていた。そのため、 廃止の2年前まで無人化は実施されず、無人化後も運転扱いのための係員が配置された。昭和30年代までは電報の取扱い駅でもあった。なお、熱風駅当駅間に北海道総局と青函船,船舶鉄道管理局との境があったため、普通の乗降客はほとんどないにもかかわらず、昭和40年から50年頃には小樽方面から来て、 当駅で折り返す普通列車が、非1.2往復設定されていた。ただし、これは、駅員家族の通学便宜を図るためのものと言われており、休日は、木目駅で折り返し運転を行っていた。また、函館本線を走る、蒸気機関車の撮影において、当駅周辺は山間にあり、鉄道でのアクセスが可能なことから、格好の撮影地とされ、撮影を主に置く。 鉄道ファンで賑わいを見せることもあった。1984年3月に廃止となった。同年2月のダイヤ改正で貨物列車を中心に列車本数の削減が図られ、交換所としての意義が失われたことと当時推し進められていた合理化政策を受けてのものであったとされる。末期の乗降客数は1日平均2人という状態であった。 当時の上目名駅駅長の娘が高校を卒業して乗降客数がなくなり旅客扱いが廃止となった。廃止時点で島式ホーム1面2線を有する地上駅で列車交換可能な交換駅であった。駅舎側が下り線、反対側が上り線となっていた。その他下り線の外側、駅舎との間に側線を一線有していた。最終日まで無人駅扱いの 運転取り扱い要因のみが配置されていた駅であった。駅舎は校内の西側に位置し、ホーム中央部分とを結ぶ校内踏切で連絡した。乗車券類は簡易委託化されており、廃止島で販売が行われていた。当駅の所在する地名より、地名は木名川の上流に位置することにより、木名に上を冠した。ありがとうございます。